はい、どうも皆様お世話いきなりやお世話になっておりますマッキーな YouTube の時間でお時間でーすこんなこれは僕今なんか押し切ろうと思ったらもうなんか社長がもうちょっとなんかもうテンション上がってしまってみたいな、そうですね、これはもう僕の責任じゃないんで、せやすいません皆さん、はい、こんな始め方で失態です、これは。まやな、はい、またやってしまったね。そうそうです、またやってしまった。まあいいんじゃないでしょうか。はい、はい、こんにちは、牧田の太です。はい、どうも牧田の近藤です。はい、いや社長、失態続きですね。ほんまやな、最近失態多いな。なんかこんなん多ないですか。うん、ね、ほんまにね。もうちょっと待ってやらんかいって怒られるかもしれないですけど。ほんまやな、はい、ね、見てくださってる方、広い心で、うん、すいません、本当によろしくお願いいたします。何をやっとんやと、ね、やっとんね、すいません、はい、こんな感じでいつもやっておりますが、はい、はい、社長、今日はですね、7月12日の金曜日になります。はい、ね、そうなんです。実はですね、はい、いよいよ明日から、皆様待ちに待ちましたボーナスセール、うん、始まります。始まります、ね、なんかもうそんなんやめてもうていいですかねこれ。いやもう、まあ、実はね、今日はこれ朝じゃないんですよ。そんな強引に行くんすか、もうごめんごめん、もう行きましょうか。いや、ちょっとね、ちょっとこの、ね、ハイテンションな理由を ね、ちょっとハードな作業をこんちゃんと2人でやってまして、そうです、ね、今やっと終わってね、ご納車をさせてもらったわけなんです。はいはい、で、ね、でもう最後ちょっと最後の力を振り絞って取ろうかということにちょっと急遽なりまして ね、はい、まあ、この変なテンションで す、もうこの後もぬけの殻になります。、はい、燃え尽きるんで、はい、はい、すいません、はい、でですね、はい、うん、いよいよ始まりますということで、そう、いよいよ始まります。はい、で、この初っ端のね、13、14、15の土日、月曜、祝日、この3連休はレイズフェアなんですよ。はい、はい、丹沢ワンピースホイールでね、まあ、有名なレイズなんですけども、もうすでに搬入が終わりまして、この後ちょっとね、いろいろご紹介をしたいなと思ってますんで、はい、楽しみにしておいてください。そうですね、はい、もういよいよという形で、ね、うん、いよいよ始まります。結構ね、皆さんお問い合わせとかね、電話でもね、始まったら行きますというお声もね、うん、たくさんいただいてますので、そう、はい、で、もうすでにすごいメールとか問い合わせなんですよ。セールの見積もり依頼がすごくて、はい、ね、はい、毎日のようにね、皆さんに、返信の方をねしてるわけですけども、ね、まあもうすでに、だから僕らの中ではもうセール始まってるんですけど ね、 ちょっとね、もう7月入ってから始まってるんですけど、ね、かなりすごい問い合わせです。問い合わせ多くなりましたので、ね、はい、本当に皆さんがこう楽しみにしてもらってるなっていうのがすごい伝わってくるので ね、 で、まあ、逆に言うとこうね、うちの YouTube とかをね、しっかり見ていただいてるということで、本当に、ね、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、まあ、13日から、8月の11日まで、はい、約1ヶ月間、はい、ありますのでね、はい、皆様、いろいろと、はい、来ていただくなりね、またメールでも問い合わせでもね、全然 OK ですので、はい、はい、よろしくお願いしておきます。はい、よろしくお願いします。で、この後まあね、レイズの、搬入も終わってますので、ちょっとね、また社長の方からご紹介していただきたいと思います。はい、はい、で、まあ今日はね、その他日々の動画の方も、うん、はい、あるということで、そう、またね、いろいろ数台ね、1週間分ぐらい溜まってますんでね、この後チェックしてみてください。はい、はい、それでは今日の動画スタート。はい、皆さんこんにちは、マッキナの太田です。とうとう明日から、マッキナで開催する、夏のボーナスセールが始まります。で、初めのね、土日月祝の3連休はレイズフェアになります。今キューフェイスがね、もう展示を、搬入が終えてるというね形になるんですけどもね、最新ホイールばかりなのでちょっとご説明をしていきたいと思います。まず、レイズといえばワンピース鍛造ホイール、こちらのね、筆頭の TE37 サーガ S プラス、これはね、今回19インチのこのガンメタが来てます。
国産スポーツカーをはじめ、非常にね、適合するモデルが多いので、まあね、皆さん大好きなこの TE37 6本スポーク、これはフェイス3かな、すごくこうガボッとね落ち込んだフェイスが、展示されております。でこちらも大人気、とってもシャープなね、スポークが人気なんですけど、 G025 これのリミテッドバージョンですね、限定のちょっとこう、ブラックスモークかかってるモデル、これが来ております。でこちら最新作、G29 って言うんですけど、タンゾーボルクのメッシュデザインになります。まあ SUV をはじめ、40のアルベルとかね、クラウンスポーツとか、まあいろいろね、いける、サイズがね設定されております。でこちらは SUV 用のボルクですね、ZE40X、 このねスポーツディッシュのデザインがね僕はすごく好きなんですけども、非常にね、まあプラドだったりね、いろいろこう似合う車多いと思いますね。でこちらがまたこれかっこいい、これボルクのね NE24 のクラブスポーツと言いまして、まあもう鉄板のね配色ですけども、グロスのブラックにこの赤ラインとホワイトラインがねリムにこうついてるという、これはコンパクトカー用のモデルで、発売というね形になります。でこちらがね、G025 の GC と言いまして、これも SUV 用の、ボルクレーシング最新になります。いろんな高級車、例えばゲレンデとかもねこれは装着可能です。でアルベルなんかもね、装着可能というモデルになります。非常に軽量で、こちらはね、デイトナシリーズの、最近ねすごく人気の、まあ、ランクル250とか、まあ、300とかも適合の、デイトナですね、デイトナの D108 というモデルになります。まあすごくこう、オフロード系でね、まあすごくこう、人気のシンプルなデザインかなと思いますね。でこちらも同じく、ランクル250とかね300用の、グラムライツの 57DRX、こちらはまあ TE37 のね6本スポークを基本としてますね。このデザインが、4駆にも、装着可能ということです。でこちらもね大人気の、ホムラシリーズから、これは 2x9 の、スポーツエディションといいましてね、セミグロスブラック、ちょっとこう半ツヤの黒で、ホムラというね、マシニングの中は赤文字というね、ちょっとこうスポーティーなモデルですね。こういう旧アイテム、最新の旧アイテムが来てるという形になります。でこれプラスアルファね、アバルトコーナーにもうすでに、飾ってるんですけども、なんとなんとアバルト用の CE28 の N プラス、こちらが発売になりまして、もうマッキナでは早速あの在庫で置いております。このねツヤありのブロンズがねすごくこうカッコがいいんですけども、これが 7.5J で、ノーマルフェンダーでかなりね、マッチングになるモデルで、横にこの TE37 の SL、サイズはね同じ17インチの 7.5 なんですけどね、こちらを置いてるんですけども、TE37 はねもちろんもう鉄板ですごいあのいいんですけどね、こちらの CE28 というのは、まあ、昔ね当時もう30年前ぐらいにすごく、コンパクトカーで人気だったんですけど、現代の車のサイズパワーなんかにも対応させて、リニューアルで復活したというね、こういうモデルで、アバルトの17インチも登場しております。でアバルトコーナーね、もういろいろねこうホイールがずらーっと並んでるんですけども、まあこの大人気のねワークの RS11 もそうですけど、レイズで言えばこの2つ、まずこの一つがね、マッキナ1000倍の、TE37 16インチですね。これはこのフェイス4、ガボッと落ち込んだフェイス4が大人気ですよね。で、これはもう初お披露目。実はね、マッキナでは、まあ、ご存知のようにオーバーフェンダーね、アバルトで作ってるわけですけども、アバルトのオーバーフェンダー用で超軽量モデル、
今まで TE37 のサーガ S プラスというので17インチ 8.5J を作ってたんですけど、今度はこの CE28N プラス、こちらで 8.5J モデルを作ります。でこれね、ブロンズがもう来てるんですけど、まあこれはねまだサンプルです。ロットでオーダーをしてまして、9月末、到着予定ということですけどね、これも、各色3色展開をね、しますので楽しみにしておいてください。はい、まあこういうねコルフレーシングの最新モデルがずらーっとね並んでますので、この3連休ね、土日がちょっと天気が悪いということなんですけども、月曜日はね曇りになってるのかな、まあそういう形なんですけど、マキナセールで、レイズフェアからねスタートしますので、全国の皆様の、ご来店をお待ちしております。はい、こちらは、三重県から新規ご依頼いただきましたユウ様の、ロードスターの RF になります。すでにねホイールはアドバンの TC4 に交換をされててね、かっこいいスタイルなんですけど、この車高の高さが我慢できないということで、今回マキナにご依頼いただいたのがこちら、ブリッツのね WZR の車高調、こちらになります。全長調整式で減衰調整まで可能な車高調になりまして、足回りのセッティングのね、内容が、豊富なのでこちらをお選びいただいております。で結構ね、べったり下げたいというふうに、聞いておりますので、慎重にやっていきます。はい、ロードスターの RF に、ブリッツの WZR の車高調装着完了です。ロードスターはこういう理想的なダブルウィッシュボーンになってまして、この触が通ってるアッパーアーム、これ A アームっていうんですけど、こちらと、下の支点のロアーム、こういうね、理想的なダブルウィッシュボーン構造です。で全長調整式の、WZR なので、下のブラケットが別体、このネジ切ってるとこがショックですね。でこの、プリロード調整をする、スプリング下の2本のリングという形になります。でこの、アッパーマウントまで、セットの商品になります。でリアもダブルウィッシュボーンですね。この、アッパーアームと下のロアームで綺麗に構成されてまして、もう足の動きがねものすごくよく動くような構造をしております。で同じように、WZR の方はアッパーマウント付きで、下全長調整式でブラケットが別タイプになります。ね、こういう理想的な足回りになります。で、今もう組み上がりましたので、この後ねホイールをつけて設置させて試運転という形になります。はい、ユウ様のロードスター RF 車高調装着完了です。どうですか、もうペッタペタです。フェンダーにタイヤが若干かぶってるようなイメージ、スタンス系のねスタイルということだったので、ここまで下げさせていただきました。でかなりね車高の微調整をして、試運転までねさせていただいて、で減衰調整もね若干見直して、このスタイルできっちり走れるようにという、そういう形で今セッティングを終えたところです。まあでもこのロードスターでね本当に下げるとね、ルーフの低さが際立ちます。もう自分の腰ぐらいしかね、ルーフがないぐらいのね高さなんですけども、マツダスピード製のねスポイラーもつけられてるので、お店の出入りがねちょっとまあしんどいケースもあるかもしれないですけども、このスタイルでねドライブをどんどん楽しんでいただけたらと思います。はい、三重県のね遠方から、ご依頼の方ありがとうございました。また今後もよろしくお願いいたします。はい、皆様お世話になっております。今回はですね、H 様のアバルトの F595 になります。はい、今回はですね、まあ、新車でご購入されてという形で、うちの方にご依頼ありました。で今回何をするかと言いますと、はい、こちらですね。はい、まずうちの、マッキナオリジナルの車高調です。
はい。で、うちでは定番ですね、7号パフォーマンスのフロアブレース、センターとフロントで、はい、アッソさんのパフォーマンスカラー、まあ、いわゆる理事カラーですね、これのリアで、テーダストパッド前後、キャンバーシムで、うちの、キャリパーカバーとなります。はい。でね、エイジ様ね、ホイールとかもねご注文いただいてるんですけども、ちょっとそれは、今回の作業とは別になりますので、それはまた別の動画でお伝えしたいと思います。はい、ではですね、これから、やっていきたいと思います。はい、F595 に、マッキナのオリジナル車保長装着完了です。こういう形の前兆調整式のボディを持ってまして、上にね、ピロアッパーマウント付きの、アッパーマウントね、がっちりした剛性感のあるこちらが見えてると思います。で、基本的に前兆調整式なんで、スプリングの下のこのブルーのリング、これは、バネの、プリロード調整ですね、こちらの方で使いまして、車高調整はこちらの下側のリングを緩めて、この別体ブラケット、これを上下刺すことで車高を調整できるというね形です。で、うちの車高調はこの調整式のスタビリンク、これまでセットしておりますので、スタビの効き方なんかもね、ここで調整できるという形です。で、F595、こちらはね、ブレンボではないキャリパーを持ってますので、マッキナのキャリパーカバーを装着をさせていただいてます。で、リアショックもね、この斜めに、マウントされてるんですけど、上のこちらの方で減衰調整ができますので、ホイールによってはね、隙間から手を入れてここ調整できるという形です。で、同じくリアもキャリパーカバーを装着で、下から見ますと、こちらのね、突き出し量の非常に多いショックがね、言えるかと思うんですけど、これでショックオイルの量を確保、きっちりするのと、まあ、プリロード調整で、車高調整もこのね、下側のブラケットでできるという形です。で、リアのリジカラはこちらのトーションビームの付け根、3.2、ワッシャーのようなね、ギラッと輝くものが見えるかと思うんですけど、これがリアのリジカラになっております。で、7号パフォーマンスのフロアブレース、奥のフロント、手前のセンターというね、これを装着することで、がっちりとしたね、ボディ剛性を確保できます。で、このがっちりしたね、ボディ剛性を確保できれば、段差の乗り越えなんかでこのね、ショックがよく動くというね、まあそういう理屈につながるという形です。はい、ここまでね、これでシャーシが、できましたので、今からこちら、マッキナ専売のワークの RS11、 こちらの17インチのね、ガンメタディスクをお選びいただいてますんで、こちらを装着となります。これはね、本当に人気で、僕もね、このデザイン大好きなんですよ。で、このね、スポーツディッシュのデザインガンメタで、今回こちらのシルバーのワーク RS ステッカーを、装着をもうすでにね、させていただいてるんですけども、こちらの方をつけてね、かっこいいスタイリングになるという形になります。はい、では引き続きやっていきます。はい、新車でご依頼いただきました H 様のアバルトの F595、作業がすべて完了しました。はい、まずこのね、素晴らしい足元に決まりました。マッキナ専売の、ワークの RS11、 こちらのガンメタディスクでバフリムの仕様ですね。で、マッキナの車高調で、ローダウンをすることで、フェンダーとタイヤのクリアランスは約指1本半というところでね、綺麗に、決めさせていただきました。で、キャリパーカバーもね、赤を仕込むことで非常にこうスポーティーなね雰囲気、このスポーツディッシュのね、RS11 のディスク、からの、キャリパーカバーの赤というね、非常にこう、スポーティーで、綺麗なね、雰囲気に決まりました。で、ディスクのステッカーはワーク RS、 こちらは、シルバーのね、縁タイプをお選びいただいて、センターキャップは黒、こういう形でのコーディネートになります。
で新車なのでタイヤはね、新車装着の、ピレリをね、そのまま移し替えという、まだねほんと新車なのでタイヤのこのインク縦筋ですよね、こんなインクなんかもまだついてるという状態です。でキャンバー角、これもね前後とも約2度半というところでドンピシャで決めさせていただきまして、究極のつらい地こういう形です。ホイールの幅は今回 8J をねお選びいただいてドンピシャで決めてるという形になります。でリアに関してはアストのキャンバーシムを使いまして、こちらも約2度半のねキャンバー角、これもつらい地です。本当にあのフェンダーからね糸を垂らしたところにホイールのリムが来てるというねこういう形で決まりました。でサイドビューものすごくこう綺麗にね決まってるかと思います。前後バランスもすごくいいですよね。で、まあ、あの調整幅の多いね、マッキナの車高調を使わせていただいたんですけども、減衰調整で、まあ、車高調整もね駆使して非常にその突き上げ感の少ない、乗り心地のいいとこで組ましていただいております。ですからね、街乗りでの、満足度は非常に高いかと思いますね。はい、一気にね、おすすめコース、フルコースというような、ね、内容、シャーシ合成を上げて、マキナの車高調を使って、足元を決める。でホイールに関しては、ワークの RS11 でつらい地にというねこういうコーディネートに決まりました。はい、H 様はこのスタイルでね、これからのドライブをどんどん楽しんでください。ご依頼の方ありがとうございました。また今後もよろしくお願いいたします。はい、皆様お世話になっております。今回はですね、王様のアバルト595コンペティツォーネになります。メールでねお問い合わせをいただいておりまして、今回はご新規様ということでご依頼いただきました。で今回やるのがはい、こちらのホイール類でございます。はい、まずねアッソさんのパルティーレ、はい、パルティーレアクイラですね、17インチ、のものです。で、ね、タイヤの方はですね今現在ついておりますタイヤを再利用という形になります。で、このフォージのインテークパイプですね、今回これ青を、選んでいただきました。はい、ではですね、今からしっかりやっていきたいと思います。はい、王様のね、アバルト595ホイール取り付けと、フォージのシリコンインテークパイプ取り付け完了です。はい、まずねホイールの方なんですけども、はい、アッソさんの、パルティーレアクイラ、マットブラックですね。でこれね、17インチ 7J ということで、純正ですね、ホイールと同じサイズですのでね、ねきちんとこうフェンダー内に収まってですね、ディーラーとかに入れてですね、問題なくいけるサイズとなります。はい、でなおかつまあこういうね、シャープなスポークのサイズね、デザインのサイズとかホイールになりますのでね、一気にね見た目も変わって、はい、印象も変わります。はい、で、エンジンルーム行きまして、よいしょ、これですね、フォージのインテークパイプ。はい、王様はね、このアッソさんのね、このエアクリーナー、はい、これも、青で、取り付けられてますので、それと合わせて青ということで付けさせてもらいました。はい、ここね、普通純正はね蛇腹状のインテークパイプなんですけども、まあ取り入れた空気をね、あの蛇腹がちょっと邪魔をしてね乱流を起こすということでね、でそれをこういうシリコンの、耐熱性、耐久性にも優れたものに、こうストレートのものに変えることによって、綺麗な空気の流れがねこのタービンの中に入っていくということです。はい、こんな感じです。かなりねエンジンルームも統一感出たと思います。いいよ、
はい、今回ね、ご新規ということで、はるばる愛知県の方からねお越しいただきました。これでねまた帰りのね、お帰りの際はねちょっとねこういう変わった状態でドライブ楽しんでいただけたらと思います。はい、今回はですね、ご新規のご依頼ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、どうも皆様お世話になっております。はい、今回はですね、いつもねうちの方にご依頼いただく S 様のアバルト595になります。はい、今回ね、何をするかと言いますと、はい、こんな感じです。まずですね、デフィのね、ブースト系、BF シリーズになります。で、それに伴うコントロールユニットと、はい、以前のね YouTube で、ご案内しておりましたアッソさんのカチカチパドルシフト、これね、早速、つけたいということで、はい、このボスのセットで、はい、今回これを取り付けます。で、それに伴いまして、S 様がね、ご自身でご用意された OMP のステアリングになります。はい、これね、これ取り付けの他にね、ちょっと足回りのメンテだったりオイル交換等もありますので、はい、じゃあこれから、ちょっとやっていきたいと思います。はい、S 様のねアバルト595、メンテナンス作業とね、デフィのブースト系でアッソのねカチカチパドルシフトを装着完了です。はい、ではですね、まずちょっと車内の方を見ていただきましょう。はい、こんな感じです。ものすごいスポーティーになったと思いませんかね、これ。はい、ではね、まずね、このブースト系ね、ちょっとこれスイッチね入れたいと思います。はい、じゃあまあイグニションオンでね、はい、はい、ね、このような、はい、オープニングねモードでございます。はい、はい、一回切ります。はい、こんな感じですね。はい、いや本当にね、元々のね、ここのブースト系を取っ払いまして、で、ハンドルのねコラム左側に、はい、取り付けをさせていただきました。はい、で、このアッソさんの新商品のねカチカチパドルシフト、これもね、先ほどね、試乗をさせていただいたんですけどね、かなりクイックなんですよ。ちょっと音聞いてもらいましょうかね。はい、こんな感じなんですよ。本当にね、アバルトのね MTA のこのパドルはね、純正のやつはね、本当になんかこんなクイックでなくてね、こうちょっとくにゅっくにゅっとしたちょっと柔らかいねタッチなんでね、本当にこれでね、もうでね、この OMP のステアリングに変わってですね、もうこのハンドル周りがね、本当にもうなんかこうレーシング感みたいなねものになりました。はい、いやかなりね雰囲気ガラッと変わってね、すごいいい感じです。はい、はい、ね、今回 S 様ね、まあ、オイル交換、その他ねオイル交換、タイヤの前後ローテーションで、でうちのね車高調キットをつけてくれていますので、まあ、それのね各部、増し締めとチェックをね今回させていただきました。はい、で、まあ、いつもね三重の方遠方からねご来店いただいているんですけども、まあ今日はね帰りのねドライブかなり楽しいものになるんじゃないかと思います。はい、またね今後ともよろしくお願いしておきます。はい、ありがとうございました。はい、こちらは、いつもねなんと広島から、ご来店をいただきます M 様のアバルト595のコンビティセオネになります。今回、事前でね、予約をいただいてた点が2点ありまして、そのね作業をさせてもらったという形です。まず1点目が、
こちらのフロントバンパーのエンブレム左右をカットしてメッシュ仕上げ、今非常にね気温が高くなってきてます。アバルトのねエンジンルームというのはもう熱がすごいもので、ちょっとでも、ラジエーターにね、フレッシュエアを当てたいということで、こちらをカットしてメッシュ仕上げ、これも綺麗に施工しております。もう一つがインテリアなんですけどね、シフト、M 様はすでに CAE の、ウルトラシフターをお付けになられてたんですけど、この下のアンダーパネルの加工をですね、ここをご依頼いただいておりました。いつものようにアンダーパネルをカットしまして、こちらの本体のシルバーをしっかり見せる。で今回ねツートン仕様ということで、上の特注リングの周りが赤のスウェードで、下の台座も赤スウェードなんですけど、奥のパネルここをブラックスウェードでコーディネートしてくださいという形でね、こういうツートンでさせていただきました。シートもねこのレカロの、なんていうんですか、赤のメッシュみたいな感じでねコーディネートされてるのもありますし、まあ、あのボディカラーも赤なのでね、非常に似合ってるんじゃないかと思いますね。はい、この2点をねご依頼いただきまして、完成しました。今からねまた広島まで帰られるということなのでね、まあ、非常に距離がありますんでね、楽しみながら帰っていただけたらと思います。はい、いつも遠方からのご来店ありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。はい、おまけ動画になります。広島からの M 様のアバルトなんですけどね、完成しましたと今お電話をかけたら追加いただいたのがこれ、前回のねマッキナの YouTube の動画でご紹介したんですけども、アバルトの、新世代の、エアコンのガス、この R1234YF というねこのガスなんですけども、これに対応するニューテックの添加剤が出ましたよというね、情報をお伝えしたんですけど、これをちょうど見られてたということで追加で入れてくださいということです。実はね M 様はこの BMC OTA を、ビポストレイアウトで装着されてるんですけども、エンジンのヘッドの奥の方に、エアコンガスの注入口があるんですよ。でここからこのコンプブーストという添加剤を入れることで、まあ、2つね、大きなメリットがあります。まず1つはその車内の温度が、もちろん、よく冷えるということですよね。温度が下がるというのが1つで、エアコンというのは、ご存知のように、エンジンとつながってましてね、ベルトで、コンプレッサーがつながっているもので、固着しているそのコンプレッサーのエアコンガスをこの添加剤が活性化させることでエンジンがスムーズに回るようになるんですよね。そしたらエンジンのパワーダウンも防げる、で燃費も上がるというね、もういいことづくめです。でやっとね、アバルトの、1234に対応するこの、添加剤が出たということでねご紹介をしたわけです。でもちろん国産車もここ数年の新車はこの1234に変わってますんでね、今後、いろんな車に対応ができますんで、ご依頼いただけたらと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。また、全国の皆様のカスタムの参考になればいいなと思っております。よろしくお願いします。で引き続きチャンネル登録高評価もお願いします。こんちゃんめっちゃ笑ってるやん。はい、お願いします。お願いします。これね、ちょっとすみません、エンディングでこんなん言うのなんですけど、これね、テイク3なんですよね。笑いが止まれへんのな。なんかね、ツボ、2人ともツボ入ってしまって、めっちゃ笑ってしまってるんですけど、うん、まあ、はい、チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。はい。はい、で、引き続き、この3日間ね、はい、土日、月曜、祝日、はい、レイズフェアですんで、皆さんの、ご来店を、スタッフ一同、心よりお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、それでは、次回の動画まで、さよなら。さよなら。